しささしささへへ、どうも吉田です。こんにちは。最近ですね、小笠原諸島ですかねの方で海底火山が噴火したことによって軽石が沖縄にも漂着しているということでニュースにもなってるんですけれども、この辺にもですね、ちょこちょこ見られてるっていうことなので、被害が出てるのかどうかっていうのを見に来ました。見てみてですね、軽石がたくさん流れ着いてて潜れない状況なのか、それともまだ潜れる状態なのか。で、潜れるんだったら、海の中はどうなってるのかですね。ちょっとチェックしに行きたいと思います。それでは行ってきます。一応今、テトラポットのところから海見眺めてるんですけど、この辺りは漂着してないのかな？かなり濁ってはいますね。遠脇から見てるんですけど、今のところ来てない。こっちら辺は大丈夫そうですね。この鳥さんが食べたら大変なことになりそうですね。一応ですね、こっち来る前にマラウリに話聞いたんですよ、電話で。どんなになってるって。そしたら奥の方、沖の方では結構来てるみたいで、漁をしてたんだけどビビって帰ってきたよっていう話してましたね。別の場所見てきますかね。港の中にやってきました。今のところ漂着はしてない感じです。中まで入ってきてない感じですね。これ軽石っぽいっすね。来てるな、これ干上がってるんだな。あー、来てますね。こっちにも今のところこの辺にこれだけしかないように見えるんですけど、聞くところによると中島のおじさんなんですけど、たくさん取って捨てたとのことですね。ちょっと話聞いてみますか。お疲れ様です。あちこち流れてないか。いっぱい来てました。あちこちあのスキアとか、はい、サインビーチとか、はい、あったはず。あ、そうなんですね。船大丈夫でした？あ、自分はもうとこ上げてたから。ああ。海に出られんよ、怖い。うん、どんななってるかなと思って見に来たんですよ。あ、はい、声の方が大変みたいで。北部の方っすよね。うん、うん、こんな細かいのだけだけ。うん、こっちも撤去した後、こっち撤去というよりもう上げただけだな。ああ、軽く上げたぐらいですか。うん、そういえばおじさん、この前のあの動画見ました？映ってましたよ。どこに？ハイサイ探偵団のチャンネルに。あ、チャンネルってあるの？ あったよ。分からんよ。映ってたよ、あのサメ あの解体してる時に。あ、はいはい。バテン小学校にハーゲーおられてうん、コメント欄にも書かれてたよ。ハーゲー、うん、あのおじさんの喋り方なんか好きって書いてあったよ。ハゲてよ。外と中の4本セット、はいはいはい、持たして、うん、また自分のチビゴアと娘が、うん、はい、お守り代わりに。ちょっと見ていきましょうね。この辺は、はい、ビーチがすごく買ってみたよ、軽石。あ、ビーチで、ボランティアが買ってきたどの子に。ああ、そうなんですね。あ、じゃあ一回入ってるんですね。うん、入ってる。はいはい、はい、小高も来てるんじゃないか。ああ、なるほど。特人がどの子に行ってた。入ってた。もう東海岸もう間違いない。へえ、そうかそうか、うん、やっぱ出てるんだな。だからもうビーチはボランティアが片付けてるから、うん、ないかもしれないし、また後から来てるか、うん、回ってみたら。そうですね、ちょっと回ってみましょうね。うんうん、ありがとうございました。はい、久高島のおじさんですね。たまたまいたんです。ちょっと声かけてみたら、やっぱりこの辺もちらほら軽石流れ着いてるみたいで、おそらくボランティアがちょっと撤去してくれたんじゃないかなっていう話をしてました。で、ビーチが結構被害があったらしいので、ちょっと今ビーチ向かっていきたいと思います。はい、今ビーチの方に来たんですけれどもね、総脇から見る限りではそんなに今のところ漂着してる感じではないように見受けられるんですけれども、多分ですね、この施設の方がすでに撤去して終わった後じゃないかなと思います。皆さん、これビーチ横側なんですけれども、これビーチの白い砂浜ですね。皆さんがよく見る砂浜、そして流れてきてました、これ、この茶色いやつですね。これがその岩、今問題となっている軽石です。来てます、ほら。おそらく撤去された後だと思うんだけど、まあこっち、この一帯に溜まってる感じですね。いやー、厄介だな。こんなのが海に浮いてるって考えたら大変だな。じゃあちょっと外の方見てみますか。はい、ありました。これ、軽石ですね。これ絶対間違いない、ほら。あー、浮いてる。この辺一帯軽石、ほら、うわ
たくさんあるわけではないけど、こっちも来てますね。なんだろう、めっちゃ濁ってるな。これはもうだな、これ軽石だな。軽石ってか桃だな、こっちは。桃がすごいな。軽石もあるけど混ざってる。はい、ということであちこちちょっと回ってきたんですけれども、ちょこちょこやっぱり軽石入ってきてます。漂着してますね。その中で、まあ、桃いっぱいあるんですけど、何か潜れそうな場所探してですね、潜っていきたいと思います。今日ちょっとあんまりコンディション良くないので潜る場所限られてくると思うんですけど、ちょっとですねどうにか見つけて、まあ、1匹でも2匹でも海の様子を見ながら伝統潜り久しぶりに行ってみたいと思います。それではポイント探していきます。はい、早速ポイントに到着して潜りを開始しております。一発目に見つけた魚は何でしょうか。はい、今見えていくのが見えましたね。こちらはですね、ちょっとマクブ発見したんですけれども、水中構える前に逃げてしまいました。この後ですね、マクブがどこ行ったか探すんですけれども、ちょっと姿を見つけることはできませんでした。おそらく岩の穴の中に入っていたか、どっか遠いところに逃げてしまったんでしょう。沖縄の三大高級魚マクブだったんですけどね、もったいない。はい、続いて見つけたのはそのマクブがいたお家のすぐそばですねに、いた魚。こちらはですね、プチナジという魚です。味噌汁にしてとっても美味しい魚ですね。冬場潜りに行った後、よく久高島で、帰ってきてからよくスープにして飲んでました。でこちらはですね、藻とちょっと軽石ですね、少し、パラパラと沈んでる様子があったので、撮影しました。北部ではかなりヤバそうな感じだったんですけどね。ちょっと今これフレームアウトで綺麗に映ってないんですけれども、こちらの魚はミーバイですね。確か赤マダラハタという種類だったと思います。はい、ミーバイの次はですね、こちらはちょっと危険な種類です。エーゴアという魚ですね。アイゴ。こちらはですね、背びれに猛毒持ってますので、刺されたらとっても痛いです。はい、続いて見つけたのは穴の奥にいる魚なんですけれども、見えるかな。まだ見えませんね。ちょっと急所を外したので暴れてます。でこちら綿をついてしまったので、逃げられないように慎重に浮上します。で、急所外したので目口の方でですね、脳天地面をしてから保管しています。こちらはクレーミーバイという種類ですね。同じくミーバイ系なので美味しい魚です。味噌汁とかでちょうどいいですね、このサイズだと。はい、今ですねミーコと合流して何かを発見した様子です。何を見つけたのでしょうか。隣でミコがちょっとライト照らしてですね、サポートしてくれてますけど、真ん中に、見えてますね。画面中央に見えてます。はい、着いたんですけども、穴の中にシャフトごと持っていかれそうになっております。それをですね、必死に回収しようとしています。全然回収しようとしてます。はい、こちらミコのカメラですね、別角度映像。はい、水中銃撃って回収しようとしてますけど、なかなか穴から出てこなくて、手と足両方使って穴から引きずり出そうとしてる絵面ですね、こちら。本当ですね、あんまりこの海底でバタバタすると濁っちゃうんでよろしくないんですけど、はい、無事に回収しました。ウツボですね、まだ元気です。ぐるぐる巻きつこうとしてますね。ここでミコが、横から脳みそ狙ってついてます。刺していいよ。刺していいよと言ってますね。今回ちょっとナイフ持ってなかったので、脳みそ締めることができなかったので、ミコが横からついてですね、脳天締めで してもらってますね。今綺麗に急所ついたので締まりましたね。
壺を閉まったらこんな感じでダラーンとなってます。で一応念のため噛まれないようにまだ噛む力が残ってないかこうやって目節でですね口元をついて確認してます。はい、完全に大丈夫っていうことが分かってから、目節で回収してますね。ちょっとですねウツボを取るのはかなり久しぶりなので、まあ、値段問わずちょっと何ですか興奮してるというかテンション上がってます。久しぶりなんでね、はい、ちょっと嬉しいです。これで OK ですね。久しぶりだな久しぶりだなもうちょっとやってから行くか。はい、ウツボの次に見つけた魚、こちらアバサーの横にいたんですけど、アーガイですね。ヒブダイのメスになります。こちらオスになると、青っぽくなりますね。イラブチャー系の魚では一番美味しいと言われてますね。こちらは、少しちっちゃいんですけども赤人ですね。こちらも沖縄の三大高級魚の一つですね。ここからは、チヌマンですねが続くと思います。はい、こちらチヌマン少し小柄です。久高島のおじさんたちにはですねこのチヌマンあげるととっても喜んでくれます。取れたてのチヌマンはあまり臭みもなくてですね美味しい魚です。島ではよく刺身にして残った骨とかですね顔とかをマスにして食べます。海外とかではこれ皮そのまま残ったままバーベキューにして焼いてである程度火通ったら皮を剥いで、バーベキューにして食べるらしいですね。こちらのチヌマンちょっと生きてたので脳天締めして保管します。はい、こちらもチヌマンですね穴の中に入ってました。今回は穴から簡単に出すことできたんですけど穴の中で暴れてる場合はですねむやみやたらに手を突っ込まない方がいいですね。チルマンですね尻尾にカミソリみたいな刃持ってますのでこれで、手切ったこともあります。なので、まあ、ついた後もそうですけど ついて回収するときですね、特に気をつけた方がいいです。こちらのチルマンも太ってて美味しそうですね。綺麗にキルショットしました。これはですね自分たちのチャンネルでは珍しいと思います。ホラガイという貝ですね。結構大きかったのでちょっと持って帰ろうかなと思って。島では何度か見たことあるんですけどここで見るのは初めてだったのでちょっと悩んだんですけど持って帰りました。はい、こちらの魚はセンスルーですね。ソウシハギっていう魚だったかな。県外の方では毒持ってて食べれないとか、言われてますけど沖縄県内では普通に流通してますね。競りでも水揚げされてます。はい、吉田の方ではこちらが最後ですね。夜光貝ちっちゃめの綺麗な夜光貝回収しました。大きいとですね網が沈んでしまって大変な思いするんで。はい、吉田帰りがけらにちょっとですねこの何ですかおそらく軽石だと思われるこのつぶつぶがあったので撮影しました。この辺はそこまで大きな被害はなさそうな感じですね今のところ。で浮いてるだけじゃなくてやっぱりこうやって沈んでいく軽石もあるような感じですね。はい、映像変わりました。こちらはミーコのカメラですね。さて何をつくんでしょうか。そう見えてきましたね。画面中央にちょっとオレン、緑っぽい色が見えましたけれども、おお、これは丸々取ったスジブダイですね。イラブチャー、これもキルショットじゃないでしょうか。いいとこついてますね。はい、こちらも目節に通して綺麗に保管します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ミコもね、あれから合流して一緒に潜ってきました。はい。
結果で軽石があのあちこちあって、であと藻もあって風もあって潜れるポイント限られてきて、でちょっと陰になってるところで潜ったんですけど、そこでも軽石いっぱいあったね。あったね。てかあれでもまだ逆に北部に比べたらまだいい方かもな。全然だと思う。そんな中で。そう、そんな中で一応できる限りやってきました。ドン、こちらです。まあ、よろしくはないかなって思う。まあ、できる限りちょっとついてきたんですけど、まあ、いいのは赤人アーガイイラブチャって感じですかね。で久しぶりにこちら連携プレーで行きましたね。すごい。ちょ脳みそでやったんだけど外して、でその後ミコがあのキルショット食らわしてくれて、結構すんなりと取れたね。何キロあるかな。2キロ3キロぐらいかな。そんな大きくはない。大きくはない、うん、このサイズだったら結構取れやすい、取れやすくはないけど、まあ取れた。まあ一応ウツボはもうかなり久しぶりなんで、一応発表したいと思います。値段とね。ああ、そうだ、売れたらの話ね。あとセンスル。センスルね。読谷の漁師さんが、これ切った方、切ったら、あの切ったら上等って言った。あの海の中でね、切って出したら上等だよって言われたんだけど、ナイフ持ってんかったからそのまま出しましたよね。でもう一つ珍しいの、あんまり見たことない、この海域で。こちらホラガイ。素晴らしい。入ってます、ちゃんと。おこれ食べれるのかな。大体はなんかあれだよな、飾りもんっていうか、その貝自体に、なんか金が、値段がついてる感じだ。そうだよ、見て、綺麗だわけよ。食べたことはないな。食べてみるか、出してみるか、どっちでもいいんだけどね。美味しそうではないんだけど、美味しそうじゃないんだけど、食べてみる。でもこういう機会がないと食べれないよ。そう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 。じゃ値段も気にはする、気になるな。オッケー、じゃ出してみて、で、売れんかったら置いといてって言うか。あ、そうだ、売れんかったら食べよう。オッケー、売れたら値段、あれしてみような。水揚げで、過去水揚げで俺たちがいる間は見たこともないよ。見たことない。ちょっと楽しみだな、それは。明日多分セリ市場でクスクス笑われてるはず。あいつこんな取ってきてるぜ、みたいな。一応やってみよう。それはそれで面白いから。だってこれ夜行がいっぱいいるんだけど、あえてこのサイズ、ちょうどいいんだよね。ちょうどいいね。これはちょっとあの後日ね使おうかなと思って、冷蔵庫に入りやすいサイズあえてこれでした。ちょっと保管しようかな。了解。これはじゃあ保管で。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。賞味大体12、3キロぐらいの量ですね。濁ってたね。軽石の影響か分からんけど。あれ夜も初めてに今日のポイント。あ、そうだな、ポイント自体今日行くポイント初めてなんだけど、魚がいなかったのと、昼間でもあんな濁ってないと思うんだよ。今の現状で言うと釣果に関しては軽石があったからっていう感じではないね。 OK、 じゃあ明日水揚げしてみて、ウツボとかね、ホラガイとかこの辺のものがどれぐらいのキロ数だったりとか、どの辺の単価だったのかっていうのが分かったらまた報告したいと思います。はい、おはようございます。ということで翌日の朝ですね、無事に水揚げが終わって、値段等が出ました。今回ですね、水揚げした総重量から発表していきたいと思います。総重量はですね 12.6kg です。まあ、持ち帰りしたものもあったので、多分おそらく合計で 13kg ぐらいはあったんじゃないかなと思います。そしてウツボ、これ実は、測ってみたらですね 2.7kg しかありませんでした。 2.7kg ちっちゃいですね。で単価の方が100円です。なのに難儀して2人がかりで取ったウツボがなんと100円です。で、2.7kg なんで、まあ、合計270円、こんなもんですかね。まあ、種類によっても高い安いあるらしいですね。ウツボはチルマンが結構いい値段ついててですね、キロ当たりの単価410円。そしてですね、気になるのはあ、ホラガイですね。ホラガイが、なんと 2.8kg ありました。 2.8kg あったのでウツボよりも大きいです。で、ホラガイの方も100円なので、合計で280円の売り上げとなっております。こんな感じかな。軽石があるあったからこんな魚影っていうわけではないと思いますね。まあ、このポイントだからこんな感じということです。ただ一応ですね、まあ、感想としては、軽石以外にも藻があったり濁ってたりうねりがあったりして、昨日の環境はあんまり良くなかったですね。流れもあったし、あまり潜りやすい環境ではなかったです。一応ですね、まあ、ちょいちょい潜りに行くので引き続き軽石の状況ですね、様子見ながら YouTube 撮影と漁していきたいと思います。今回ですね、ご視聴ありがとうございました。